ジュノー、または、ユノー、または、ユノは、太陽系の小惑星体にある、小惑星の一つ。1804年9月1日に、ドイツの天文家、カール・ハーディングが、ニーダー・ザクセン州のリリエンタールで発見した。小惑星体の中では11番目に、大きい天体であり、S 型小惑星の中では、エウノミアに次いで大きい。ジュノは小惑星の質量の1%を、 占めていると推定されている。ジュノーは1804年9月1日、カール・ハンディングにより発見された。ジュノーは3番目に発見された、小惑星であるが、当初は惑星だと考えられていた。1850年代になると小惑星に分類された。ジュノーは、ローマ神話の最大の女神、ユーノーにちなんで名付けられた。名称には一部国によって例外がある。一つは、 言語の違いによるもので、イタリアでは、ギ勇の根、フランスでは、ジュノン、ロシアでは、ユノナという。もう一つの例外は、国の違いによる神の立場によるものであり、ギリシアの場合はヘーラーにちなんで、ヘーラー、中国語では、同じ結婚の神として、懇親性と呼ばれる。惑星の記号としては、三が使われるが、古くは、の文字が用いられ、現在も、稀に見られる。 ジュノーは10番目に大きい小惑星であり、質量は小惑星体全体の1%を占める。しかし、ケレスとジュノーの質量比は103の違いがある。公転周期は約4.36年である。また、ジュノーは小惑星体中のジュノー族に属する。小惑星番号が1から10の小惑星と月の大きさの比較。ジュノーは左から3番目。ジュノーは S, S 型小惑星の中でも異常なアルベドを持ち、これは表面の特性がかなり異なっていることを示している。この高いアルベドにより、小惑星体より太陽側にないにもかかわらず、高い死闘級を持つ原因が説明できる。ジュノ脳は好都合な条件では、小の際に死闘級7.5にまで到達し、海王星やタイタンよりも明るくなったため、ヒエア、エウロカ、 ダビダ、インテラムニアなどより早く発見された。ジュノーは、ショーの時なら双眼鏡でも見える範囲にあり、理覚が少しあっても、3インチ望遠鏡で確認できる。ジュノーはもともと、ケレス、パラス、ベスタと共に惑星とみなされていた。1811年に、ヨハン・シュレーターは、ジュノーの直径を2 2 9 0トルと推定してしまった。 これら4つは分類し直され、小惑星に追加された。ジュノーは小さく、球体ではなかったので、純惑星に分類されることはなかった。ジュノーの太陽からの平均距離は、太陽とケレスやパラスの平均距離より、わずかに近い。軌道傾斜角12度の楕円軌道をとっており、軌道離心率は、冥王星と同じくらいだがわずかに上回っている。 軌道利心率の高さにより近日点はベスタよりも近く、遠日点はケレスよりも遠い。ジュノーは1854年に33ポリヒムニアが発見されるまでは軌道利心率最大の天体であった。また、直径が 200km 以上で軌道利心率がジュノーを上回るものは324、バンベルガのみである。ジュノーは赤道傾斜角約50度で巡行している。 ジュノーの表面温度は太陽に面している時に最大になり2001年10月2日に 293K と測定された。後に太陽からの距離が考慮されて表面温度の最大は 301K となった。ジュノーの分光器による観測でジュノーは観覧石や奇跡などの鉄を含有する計算使用の石質隕石であるコンドライトの母天体であることが分かった。 赤外線を通した画像によると、ジュノーには百キロメートルほどのクレーターがあり、衝突時にできた結果である。ジュノーは、遠平が初めて観測された小惑星である。九百五十八年二月十九日にくらい、恒星 s a o 十一万二千三百二十八の前を通過した。それ以来、多くのジュノーによる遠平が確認され、s a o 十一万五千九百四十六が、 延平された1979年12月11日には18人の観測者により観測された。2013年7月29日には死等級11.3の b p m x 9 8 2万3370の延平。その翌日には入試薬3044万6947の延平が観測された。火星の運動によって引き起こされる微小な雪道から、 ジュノーの質量を推定するために火星の軌道上を周回する探査機や表面からの探査機による無線探査が行われた。1839年頃にも小惑星の接動により軌道がわずかに変化したが、どの小惑星かは分かっていない。1996年にジュノーはウィルソン山天文台にあるフッカー望遠鏡で保証工学を応用し実施領域と 近赤外線領域からの観測で画像が得られた。この画像により樹脳の不規則な形やアルベドの小さい地形の詳細が判明した。2014年10月19日、アルマ望遠鏡は4時間にわたって樹脳の電波観測を行って連続画像を得ることに成功した。この観測から樹脳の不規則な形状が改めて明らかになるとともに電波の反射の度合いの変化から 表面のレゴリスが一様ではない可能性があることも判明した。ありがとうございます。